じゃおやすみ何話していいじゃん私が寝た後に 存分に楽しめばいいじゃん。はあ。わかった。聞くよ。聞くから。それで 話、とは。うん。うんうん。はえ、い、今、なんて 実は聞いていたボイスっていうのが君がアップしてたボイスだったんだってえ私のボイス聞いてたの <laughs> 待ってなんで私がボイスあげてること知ってんのえ待ってなんで私がボイスあげてること知ってんの チャンネル教えたっけおすすめで出てきた名前は違ったけどすぐ君の声だって分かったよってあああ。ああ そうなんだ。私のボイス、聞いてたんだ。ちなみに、どのボイス ああ。それよりにもよって、そのボイス聞いてたのああ。マジか。そうか。君だけには聞かれたくなかったんですけど。 あーうんあっえっと <laughs> あっこれはなんて言ったらいいかうん。 ううん怒ってるとかじゃないんだけどいやさっきまでのは話が違うじゃんさっきまでのは他の女の子の声を聞いてニヤニヤしてるんだなって思って。 それに対して焼きち焼いちゃってあいやち違ういや <laughs> 違わないんだけどそれで 常ねてました <laughs> でもそうじゃなくて私のボイス聞いてたなんて <laughs> いや。 恥ずかしいのいろいろ恥ずかしいのそもそも私のボイスを聞かれてたことも恥ずかしいしそれに君が。 知ってたことを知らなかったことも恥ずかしいし何が一番恥ずかしいかって私のボイスを聞いてたってことを知らずに他の女の子のボイス聞いてニヤニヤしてるんだって 勝手に勘違いして、勝手に拗ねてたことが、一番、恥ずかしい。ああ、マジ最悪。ああ、私って、こういうとこ、あるよな。あ。 なんか本当ごめんねいろいろ、勘違いしちゃってそれとシチュエーションボイス上げてたこと 黙っててごめん実はそうなんだ前話したことあったよねずっと声のお仕事をするのが夢だったんだけど一度 諦めたって話今頃になってその夢がまた再熱しちゃって小さなことからでもいいから始めたいなって思っててあん <laughs> 今現在、他に聞いてる女の子いるもしいるんだったら今度から禁止。 私の以外は、私のボイスは、特例です。こ、これからは、私のボイスだけ聞いて、ニヤニヤしとけ わかった